国際協定によってコーヒーの新年度が始まるのが10月1日となります。さらに日本では秋から冬にかけてコーヒーの需要が高くなり、秋におすすめなコーヒーの味わい方があるそうです。コーヒー豆は海外で栽培加工されて日本に送られてきますので、私たちにとってのコーヒーの旬は収穫から数ヶ月後。一般的に北半球の生産国では冬が収穫期で、夏から秋にかけて日本に入り、南半球は日本の夏が収穫期で冬から夏にかけて日本に入ってくるそうです。輸入量1位であるブラジル産の豆の日本での旬は12月から3月です。秋に旬を迎えたといえるのは中米産のものになります。グアテマラ、エルサルバドル、コスタリカあたりのコーヒー豆が夏の間に次々入港していきますので、秋には様々な中米のコーヒーを味わうことができます。焙煎の度合いにもよりますが、中米産はすっきりとした酸味のある爽やかな後味のコーヒー豆が多いのが特徴です。ではこの時期のコーヒーはどのように飲めばより美味しくいただけるのでしょうか。神戸のコーヒー豆店コバルトを経営されている篠宮さんに伺いました。秋は涼しくなってくる頃なので、やはりホット、酸味と後味の特徴を感じるにはブラックがおすすめです。またコーヒーの友として洋菓子ではなくあんこもよく合います。あまりしない組み合わせですが、涼しい夜にお月見をしながらいつもと違った味わいを楽しんでみるのも面白そうですね。普段から飲み慣れているコーヒーも旬の原産国を意識してみるといつもと違った味わいを感じるかもしれません。このような気象だけでなく季節の話題もアプリウェザーニュースから配信していますので、ぜひダウンロードしてご利用ください。